は爆裂魔法日和ですね。早く打ちたくてうずうずしています。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。この巣場、ダメだ。今日は小説のアイディアが何も浮かんでこない。いっそすっぱり切り上げて混浴温泉にでも行こうかな。なんだこの爆発音は。里の外で煙が上がってる。この巣場、地面に大きなクレーター。一撃でこんなめちゃくちゃな破壊力を持った魔法といえば。もしもし、そこに誰かいるのですか。やっぱり君か。あ、アルエではないですか。これはちょうど良いところに来てくれました。めぐみ、こんな場所でお昼寝かな。違います。魔力を使い果たしてしまい動けず、よかったら起こしてもらえないでしょうか。それは構わないけど、どうしてこんなところで爆裂魔法を。ふん、抗いがたい熱き知能好きに従ったまで。そうじゃなくて、わざわざここで放つ理由は。メグミンはアクセルの町にいるはずだろう。実は毎日爆裂魔法を打ちまくったせいで、アクセルの周辺はクレーターだらけになってしまいまして、守衛さんに頼むから別のところでやってくれと言われてしまったのです。それで爆裂魔法を打つためだけに里へ戻ってきたわけか。そうです。ここなら知り合いも多いので、誰かしら音を聞きつけて見に来てくれるだろうと。いや、実際危ないところでしたよ。コーマの里からほど近いとはいえ、やっぱりこの辺りは強いモンスターも多いですしね。そこまでわかってるならやめておけばいいものを。私はもう一日一発爆裂魔法を打たないと我慢できない体になってしまったのです。なんだって、我慢できない体に。その話詳しく。はい、いいでしょう。爆裂魔法の魅力存分に教えてあげますよ。爆裂魔法は何といっても人類最強の攻撃手段ですからね。ぶっ放す快感は何度味わってもたまりません。ぶっ放す快感は何度味わってもたまらないと。一度打てばすっきりしますが、時間が経つとまた打ちたい衝動で体がうずき始めます。一度その快楽を味わってしまうと、寝ても覚めても思い出してしまい、体がじんじんうずくと。なんだか私の話とアルエの解釈の間に乖離がある気がするのですが、まあいいでしょう。爆裂魔法を打ちたい衝動を我慢していると欲求不満で体がほてったりします。欲求不満で体がほてる。し続けると反動で街中でもダンジョンの奥でもところ構わず打ちたくなってきます。ところ構わず打ちたくなる。興奮を抑えられない。あれ、先ほどから何かペンの走る音が聞こえるのですが。気にせず続けてくれ。それで打ちたくなってどうなるんだ。禁断症状というやつでしょうか。ぶちかませるならモンスターじゃなくても何でもいいという気分の日も。相手は問わないと。なんて業が深いんだ。素晴らしいよめぐみ、どんどんイマジネーションが湧いてきた。そうですか。爆裂魔法の素晴らしさが伝わったなら嬉しいです。あとは理論より実践ですよ。今すぐあなたの冒険者カードを取り出して爆裂魔法のスキルを。いや、それは遠慮しとくよ。え？ありがとう、助かったよめぐみ。めぐみのおかげでスランプを抜け出せそうだ。そうだな、あれをこれして、それを何して、これはもしや
新境地かもしれないな。早速帰って執筆しなくては。あの、ちょっと、あれ、私を置いてどこへ行くんです？待ってください、あなたがここに来た意味を忘れてます。あー、せめて起こしてください、土が冷たいのです。あれ、さあ新作を書こうか。筆が乗りそうだ。我が名はアルエ。コウマ族随一の発育にして、やがて作家を目指す者。このスバ！冒険の軌跡をご覧になりますか？このスバ。手紙読んだわよ。大変なことが起きたって、一体何が起きたの？わざわざ私を頼ってくれるなんて、私たち、友達みたいね。せっかくだし、お土産も買ってきたから、よかったら食べて。わーい、豚の丸焼き。あれ、アルエ、どうしたの？なんだかいつもと雰囲気が。悪いね、ユンユン。呼び立ててしまって。え？どうしたのよ、コメッコちゃん。そんな風にアルエみたいな喋り方しちゃって。コメッコではないよ。我が名はアルエ。コウマ族随一の発育にして、やがて作家を目指すもの。我が名はコメッコ。家の留守を預かる者にして、コウマ族随一の魔性の妹。どうやら私たち、体が入れ替わってしまったみたいなんだ。ということで、私がアルエだよ。改めて久しぶりだね、ユンユン。土産の肉、ジュルリー、いただきまーす。ちょっと待って、本当に？ねえ、コメッコちゃん、じゃなくて、アルエ？一体どうしてそんなことになっちゃったの？聞いてくれるかい、ユンユン。実はね、うっかりコメッコとぶつかって土手から転がり落ちながら、偶然唇と唇が触れ合ってしまって、さらに絶妙なタイミングで雷に打たれたことにより体が入れ替わってしまったんだ。そんなことが。現実は時に小説よりも奇なるものなのさ。肉うまい、もぐもぐ、ガツガツ。この気持ちのいい食べっぷりは確かにコメッコちゃんっぽいけど、はあ、かれこれ1ヶ月もこの状態なんだよね。1ヶ月も？どうしてもっと早く教えてくれなかったの？どうにか元に戻らないかいろいろ試してたんだよ。そしてようやく元に戻る方法が分かったんだ、ユンユン。そのためには君の協力が必要だ。協力してくれるかい？なんだか怖いけど、でも私にできることなら。だって私たち友達だものね。ええ、やってみせるわ。何をすればいいの？ユンユンが裸踊りをすれば元に戻る。裸踊りね、わかったわ。友達のためなら私一肌脱いじゃう。裸踊り？本当の友達ならばそれくらい簡単だろ。全然簡単じゃないよ。忘れられない思い出になるよ、悪い意味で。だがこれは事実なんだ。とある文献にコウマ族の長の娘の踊りで元に戻ると書いてあってね。そんな冗談みたいなことってある？踊ってくれないんだ。仕方ない、戻るのは諦めよう。コメッコちゃん。そうだね、仕方がないよ。所詮は他人なのだから。友達と思ってたのに。もう分かったわよ。脱ぐわ。脱げばいいんでしょ。
これにて検証終了。ユンユン、お疲れ様。検証って？今書いてる作品が友情を扱った作品なのだが、人は友達のためにどこまでできるか気になってね。つまり最初から入れ替わってなかった？その通り。いや、短い時間とはいえ騙して悪かったね。ジュルリ、ねえ、残ってる肉食べていい？悪かったね。米っ子も手伝ってくれてありがとう。全部食べて大丈夫だよ。わーい、もぐもぐ、ガツガツ。私、本当に心配したのに。すまなかったね。けれどおかげで小説がはかどりそう。ユンユン、ちょっとやりすぎてしまったかな。お詫びに今度は普通にご飯にでも誘おうとしよう。この巣場